おばさんどうもすいません、ありがとうございました。それではお先にお願いいたします。ご苦労様です。ご苦労様でした。ありがとうございました。バイ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 。あー足むくんだ。母さんいつもじゃない。失礼ね今日は特別よ。マリコさんまだやってんのねえ。あとちょっとってマリコさんが動いてないと不安になるかしら。から何分かったの言ってんよ。ゆうちゃんあんたちゃんと手伝ったの。だからこっち行かろって追い払われたの。いやこっちもいいわよ、うん、じゃあどこ行くの。おじさんタバコ一本めぐんで、うん、おい。あんたウィーケーじゃない。唯一の友達なんだからね。そういうこと言わないの。陽介は二郎さんに世話になってんのよね。余計なこと言わないな。自分の CD 二郎さんのブログで宣伝してもらってんだって。え？あんたまだ歌手目指してんの？いい加減郵便局員で落ち着きなさいよ。ジロちゃんのサイトで今年だけで17枚も売れちゃって。私聞いたんだけどさ、もう中学生の恋愛妄想みたいになった。傷つくこと言わんねんな。父さん、ね、どうしたの。兄貴のこんな顔見たの初めてだ。そうなの。これなんでこんなにボケてんだ。ああ、それ多分ジロちゃんが写メで撮ったから。それしかなかったみたい。そっか、いい顔してんな。ほんと急だったもんね。旅行先の事故死っていきなりだもんね。なんかあっけない。お線香あげさせてもらおう。お寿司片付けちゃうわよ。うん、どんどん走ってく君の背中はもう見えないくらい遠く遠く映る。あの日に大きな夢閉じ込めた。3キロ以内で全然生活できるのだ、うん。
のよ、いきなり。またブログ載せようと思ってんでしょ。何なんだこの葬式ムードは。葬式なんですけど、ほんの3日前までこんなムードじゃなかったはずだが、当たり前でしょ、いきなり一昨日亡くなったんだから。ほうほう、便利なスイッチをお持ちだな。それを押せば一昼夜で悲しくなくても涙が出るかね。ちょっといい加減にしなさいよ。あんた一体いくつなの。35だが、ついでに無職でメタボが気になりだしてるが何か。そのパシャ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 やるのやめなさい。お父さんびっくりしてるわよ。うまい寿司を食った後だけに油の乗ったギャグだね、おばさん。ギャグとかじゃないから。うまい寿司を食ってない僕はどうしても皆と温度差を感じてしまうわな。食いたかったってことね。勝手に2階に引きこもってたんじゃない。食ってやるわよ、ジロちゃんの分。寿司でもつまめば涙も出るか。ジロ、この写真いいな。ピンボケた写真だけにピンボケた人生だったってか。うまいね、おじさん。ちょっと、ジロちゃん。ジロちゃん、大賓縮だよ。僕はね、裏表がない人間なの。裏のない素直さが誤解を招くと。ジロちゃんの場合、裏見せても平気な人としか接してないからだろ。行動範囲半径5キロ以下なんじゃない。剣道から先、行ったことないな。剣道ってあの剣道？ここから3キロもないよ。だってそっから先用ないし。用とかじゃないだろう。ここらだけで、事件は起きるし、ブログは盛り上がるし、ブログランキングはもうすぐ1位だし、親戚や近所の悪口、実名と写真載せたおってことだけじゃん。それ盛り上がってんじゃなくて炎上してるの。おかげでベイちゃんの下手な歌もみんなに聞かれてるだろ。それは感謝してるけど。新曲聞く？追いかける青春は無縁だけど、まったくもう葬式だってのに。どっか似てんのよね、あの二人。マリコさん、今更だけど甘すぎるわよ。吉尾さん亡くなって、それはまだマリコさんいるからいいけど、ここら辺の土地一体もう全部二郎くんが相続するのよ。私ら親戚だってそれ二郎くんがしっかりしてれば喜んで譲るけどさ、35にもなってニートってさ、パラサイト中年って言うんだって。しかも近所になんか悪さして、インターネットになんか公開したりしてるんでしょ。みんなね、ここに家賃を納めてる大家だから何にも言わないけど、すいません。そうですか。
の素でいつから大丈夫ですか？はいはい、あ、なるほど。おお、わあ、何をいきなり。次郎ちゃん、いきなりはお互い様でしょ。それなんか隠したりしないでよ、あからさまに。母さんにだって隠し事ぐらいあるわよ。おや、開き直ったね。いいけど別に興味ないし。チキン玉できてるからね。感じ悪いな、そのコソコソ感。いや、甘め足りない。砂糖削ってな、母さん。何してんの？昨日転んじゃったのよ。そうじゃなくて、どこに電話してたの？ひろちゃん興味ないんでしょ。親に無関心な息子でいてほしいの？もともと関心ないくせに。突然の子離れ宣言かね。父さんも死んじゃったし、母さんも変わらなくちゃ。父の切れ目が縁の切れ目かね。そんなこと言ってないわよ。言っとけよね、35歳無職の息子にも人権は宿ってるからね。何難しいこと言ってんのよ。無知を盾にして居直ってるな。買い物行くけど一緒に行く？行くもんか。邪悪な誘いに軽々と乗る僕だと思ってか。ピンチになると漢字で喋る癖なんとかなんないの？吐いたな。今僕がピンチだとなぜ思う？行かないならいいわよ。留守番しといてね。あいにく犬じゃないんでね。家にいるけど留守番はしないよ。そう。なんか新しい携帯出たって言ってたわね。買ってあげようと思ったけどね。え、どうですか？このボタンで開けられるんですけど、先生、背を重視できない。これだ。なるほど。これ。こうだ。機能性を重視してるっていうか、そういう側面であると立ち回る。一つ前の機種になるんですけど。やっぱりまずい。やっぱ手ぶれ。あ、これ手ぶれ。これ手ぶれ的にはやっぱり車体ぶれの、そういった守り、非常に攻めてる。見なきゃいけないという気がする。
信じろ。やっぱ。珍しいじゃん、こんな場所。お前まで引きこもってんだろ。どちら様でしょうか。誰？中学の時のダチっていうか、パシリのキッチン二郎君。神さん、はじめまして。全く記憶にござりませんが。ねえ、なんでさ、キッチン二郎っていうの。お前、キッチン二郎のコロッケ弁当マジうめえじゃん。俺、毎日こいつにそれごちそうになってたの。また食いたくなったな、コロッケ弁当。なじろ、心当たりがござりませんので。まあよ、お互いいい年だしよ、パシリさせるわけにいかねえよな。よし、分かった、俺が自分で買ってこよう。え、弁当代。ほら、次さ、またいつ会えるか分かんねえしさ、とりあえず100個分ぐらいでいいや。パチンコ負けちゃったしね。お前、余計なこと言うなよ。おい、待てよ、おい、てめえ、俺やる。秀吉、秀吉、おしっこ、またおしっこしよ。お前、出せよ、お前、早く。ちょっと待って、早く。あ、ポロちゃん、お前、また俺かよ、お前。お手順じゃなくてよ、前に見たことある景色とかよ。デジャブでしょ。何がよ。こいつよ、この県道から先行けねえんだよ、中学から。あ、もう走って腹減ったよ。弁当200個分に増量な。言ってたのよ。どの口がそれを言うかね。子供を置き去りにして、何かあったの。外は危険がいっぱいなのだよ。僕しばらく部屋から出ないから、菓子だけあれば死なないし、菓子いっぱい買ってきたよ。ちゃんと甘辛のバランス考えてね。ジロちゃん、何とは、3日間引きこもってるだけだが、マルコガさん、どうしたの。どうしたのとは、3日間会っていないわけだが、さっき郵便局におばさん来てさ、
これ嬢ちゃんに渡してくれって。なんか大荷物持ってるしさ、鼻歌なんか歌っちゃって楽しそうに「ジロちゃんをよろしくね」って。おばさん旅行でも行くなって聞いたら「内緒よ」って。ちょっとなんか妙だったからさ慌ててさ。誰よ一郎って。そうですよ、兄さんいたの。どういうこと？隠し事か。何なの一体。知りませんよもちろん。嫌な予感するよこれ。出してこれが一郎兄さん。人はいろんな覚悟をして生きているんだそうな。僕の覚悟は半径3キロ以内で通用すれば十分なんだ。母さん、僕に犬を与えても覚悟の範囲は変わらないのですよ。こんな幼獣に影響されるような僕じゃないんだ。うん。晴れるよ。